はタイトルにもね、わかるように、中日ドラゴンズさんでね、また、ね、やっていこうかなと思います。中日ドラゴンズで、ペナントプレイをね、やっていければなと思います。で、今回に関してはね、パート0と、銘打ったようにね、ちょっとね、少なくとも今シーズン始まる前の段階、あとはシーズン中のね、トレードだったりとか、だから現役ドラフトとかもね、含めて、ちょっとね、選手の入れ替えをね、していこうかなと、思ってね、パート0にしました。というところでね、順番やっていきましょう。まずセントラルリーグ、ヤクルトスワローズ。これに関してはね、まず、西浦と、坂口がトレードされてますね。西浦トレードされてんのかよ。嘘。まあ、現役ドラフト後でするか。うん。一旦いなくなった選手を整理しよう。まずマクガフね。はい。まずマクガフを消します。はい。まずマクガフを消します。はい。マクガフとプロスピ21の条件トレードを行います。はい。ヤクルトは意外と抜けないな。次、阪神タイガース。阪神タイガースが、まず、トレードをやる枠と、現役ドラフトやる枠を一旦分けて考えて、いなくなった人を整理しよう。うん。阪神いなくなったな。あの外国人3人いなくなってるだろう。おい。慎太郎もか。慎太郎もありがとう。ありがとう、藤波慎太郎。まあ、ノイジーとミエちゃんいないもんな。もう、阪神ふざけるなよ。な、血の入れ替えしすぎだろ。な、しとこう。ちょっとまあ、メジャーで分かるところをね。あ、これメルセデスはいけるな。メルセデスとポランコ返せよ。おい。返せよ、メルセデスとポランコ。はい、ドスコイ没収です。はい、ドスコイ没収。はい、没収没収。もう巨人だいぶ良かったぞ。ちょっと待って、巨人弱すぎるかもな。ちょっと待って。ごめん、俺がオリジナル新しく加わった戦力を作る気がないから、巨人がめちゃくちゃ弱くなるかも。これ。これ巨人めちゃくちゃ弱くなるぞ。すまんな、巨人。もうカーブももう外国人いっぱい取りやがってさ。何をしとんかね、セリーグは。なあ。ほぼいないだろ、これ。アンダーソンはいるね。あ、でも、あ、カープごめんなさい。カープは大事にしてるわ。ごめんなさい。巨人と阪神とは違う。カープは大事にしてます。全員いるわ。全員いる。素晴らしいチーム。カープ優秀だな。カープ優勝あるぞ。カープ全然、あ。あ、もうね、ロドリゲスは亡命してます。はい。あ、レビーラは育成か。育成ならいいです。はい。お帰りください。あ、お下がりください。すいません。で、平田もね、平田も YouTuber になるから。平田も YouTuber にしといて、ガルシアは？ガルシアも育成やん。バーバーがいないからね。これが結構でかいわ。ロメロいないの？ロメロいないんだ。OK。もうセリーグで精一杯やん。佐野真希、宮崎、外、ミネイ。ミネイ。ミネイが FA だから、ここで一回外さないといけないのか。セリーグが、今シーズン始まる前に、てか今シーズン中にね、行われたトレードが、新しい順から、DeNA 坂口とヤクルト西浦。野手トレードしかないやんけ。そんなことある？投資どうしないと無理とか？え？そんな？頭硬すぎんか？なあ。ちょ、頭硬すぎるわ。いけ。あ、違う、ヤクルトじゃないわ。ベイスターズから坂口。ベイスターズから、
坂口。お、いいね。いい選手がいったね。オッケー。で、次が、高松と川越。あ、でも川越でも結構でかいかもな。結構でかいんじゃないか。あ、でかいでかいでかい。ありありあり。これでかいぞ。かなりでかい。次が、石川慎吾と沼。我らが石川慎吾来るんだね。石川慎吾と沼。次が、山本軍司と斉藤宇佐美か。おー、なるほどね。おもろいことするやん。山本だけはきついけどな。なあ。これ斉藤もややこしくない？これ斉藤オリックスか？反映されてるか？斉藤オリックスだろ。あ、石川遼とか。ああ、石川遼取れたんだ。あー、なるほどね。複雑だなあ。あ、軍司結構強いなあ。あ、正捕手じゃん。あ、いいトレードしてるやん、ドラゴンズ。なかなかいいトレードしてるね。次が、広岡と鈴木康平。現役ドラフトか。現役ドラフトめんどいな。ちょっと待てよ。まずヤクルト渡辺をオリックスに送る。だから渡辺大輝を一回オリックス送ります。一回オリックス送って、一旦代わりに大下を取ろう。うん。ブツブツ交換でいきましょう。一回大下を取ります。で、この大下を、今度は千葉ロッテに送ります。で、今度はロッテのターンで、ロッテから成田を送ります。これで一回もう一周したなってか、もはや。次が、古川。北海道の投手古川がホークスで来ました。はい。だから、次ホークスか。次ホークスが出したのが大竹だ。来たね。これで、ホークスが大竹を出しました。これが阪神タイガースの運命を変えるからな。阪神から陽川がライオンズに行きました。阪神から、陽川がライオンズに行きました。で、ライオンズから、松岡、ピッチャー松岡が日本ハム行きました。次が、カープから、翔髄かな？から楽天に行きました。はい。これであれだ、お声もらえばいいんだ。これでお声もらって巨人に渡せばいいんだ。で、お声もらう。で、そのお声を、巨人に送る。中日から笠原が、DNA、あ、強いけどな。で、DNA から細川が中日に来たんだな。これが運命を変えるわけよ。唯一今回の燃えるドラゴンズで、唯一の希望。細川が来た。よし。あと、土日明けをカープに送れば完成だ。トレード。まあ、一回ではもうトレード片付けようか。なんで、西村と福田光輝ね。これもかなりでかかったね。ロッテ話見てたけど、やっぱ西村が、ほら、もうだって西村軸で見ちゃってるもん。もう。まあ、見ました？こう自然な動き。まあ、ロッテに西村が来たって。まあ、西村ピッチャーとして来てくれてありがとうって思ってるがゆえに、もう、投手に西村がいると思ってんだよね。で、ロッテもロッテね、オースーナーがいなくなっちゃうから、ちょっと、オースーナーが、オースーナー、こうしたら平等に行くからね。ロメロもいないしな。シールです。はい。もう今回は、無念の中断です。足りない。足りないわ。そこはご愛嬌ということで、ワクさんだ。ワクさんやろ。ワクさんと、
もう、なんかこう一回ここで、バクさんと安倍ちゃんだよな。確か。これ多分トレードあれだな。これ2022年のトレードも見た方がいいな。あ、2022年だ。あ、だからか。じゃあ渡辺亮とかも移動させないといけないじゃん。全然ダメだ。全然ダメだわ。全然ダメです。これ。そうか、これ2020、そうか、2021年のゲームだから、2022年分もやらんといけないのか。だる。斎藤幸也、江越、高浜、鍋亮。山田遥香と、佐藤流星。山田遥香と佐藤流星。あ、これはファイターズいい補強になったね。長野が無償で巨人に帰る。人生ゲームみたいな、人生ゲームみたいになってるわ。長野が無償で巨人に帰る。はいはい。あ、これでもいい補強じゃん。巨人としてはもうプロスピード溢れてるからな。いい補強。じゃあ強打を、バトルフェイスを、あー、これでかいぞ。強打を砂田か。これでかいな。で砂田が、代わりに来てくれたと。オッケー。あとあれがあるわ。加藤拓磨と、加藤拓磨が、中心に帰りました。加藤拓磨が中心に帰りました。で、ジャスティン、コンちゃんが、ホークスに行く代わりに、あ、これでかいぞ。これでかいぞ。で、代わりにジャスティスが、日本ハムに行くと。オスナも悔しいけどな、悔しいけど入れるしかない。なんか森友哉も片付けちゃおう。あ、なんかプロスピリア、プロスピにしといて、まあどっちにしても次回だな。うん、ちょどっちにしても今日は終わんないわ。これで終わりです。2022年末から行われたトレードと、現役ドラフトと、まあ、FA と人的保障、まあ、とにかく目玉はコンちゃんと森友だったからね。一旦そこら辺はよくて、あとあれか、ミネーも入れとくか。ミネー多分まだ泳いでるでしょ多分。そうだよな、ミネーも持っていこう。代わりにデスパイネだ。オッケー。あ、いいじゃん、いいじゃん。まあ、デスパイネがちょっと中途半端に帰ってきたからややこしいけど。和崎か、ミネイで遠崎変わらないだから、伏見か。伏見を日本ハムにやれば、一旦終わりかな。で、あとね、続きはまた、まあ、明日かなんかに、ちょっと、微調整と、まあ、覚醒もろもろやろう。